はい。で、まあ、これらの感覚をですね、鍛える手段として、ソルフェージュということがあるんですけれども、ソルフェージュはですね、様々な方法をとって、これらをこう総合的にバランスよく鍛えていくということで、やはりそのピアノの習得には欠かせない部分かなと思います。ただですね、気をつけておかなければいけないのは、主にソルフェージュというのは楽譜に書ける部分のことを判別するための聴覚の機能を鍛えている。